にちゃりさんです。本日もよろしくお願いいたします。7月24日私の誕生日でした。なんと私ですね31位になりました。いやー早いもうこんな年齢まで来ちゃったんかと思って早かったなこの人生まあよく人間ってね19から20とか29から30みたいなその年代みたいな変わるタイミングの時に結構心境がまあ変わるのかなみたいな人が多分多いと思うんですけど、なんと私ね好きな数字が13と31なんですよ。だから31のタイミングになる年がもうすごいずっとワクワクしてて、多分人生の中で一番楽しみにしてる年齢が31かなって勝手に思ってたんで、今もうめっちゃ楽しみなんですよこの1年間が私の誕生日は皆様ご存知の通り私掛け持ちオタクやってるじゃないですか。だからその推したちからもうなんかプレゼント、まあ、勝手にプレゼントと思ってんだけど20に関しては7月24日がライズアップ発売日だし、じゅんくんもその日低三角関係の舞台も東京公演があったし、まあ、これは外れていけんかったんやけど、で前田健太郎さん前田健太郎が、まあ、やってるドラマ あのエンディング「瓶の花」のリリース日が7月24日だったし、まあ、ドラマの放送日だったし、しかもその日はあのサマステっていう、まあ、テレビ朝日でやってる、まあ、夏祭りのイベントみたいなあって、それで制作発表がなんとあって、もうその時行けてみたいな、誕生日当日に推しに会えたっていう、やばいと思って、でしかもその日イベントだけじゃなくて楽曲チャレンジとラジオという名のメタバース生配信みたいなあって、まあ、それ以外にもなんかねいろいろあったんだよおけんに関してはちょっと多すぎて全部伝えきれないんだけど、こんな忙しい誕生日あるんかってぐらいもうすごい幸せもらえて、あ楽しかったな。もう今思い返しても余韻がやばい。その日おけん以外にももちろんそのドラマの方々が相談したんだけど、みんな浴衣着てて、でもおけんのあの浴衣がもうめっちゃ素敵で登場の時からもう爽やか笑顔でもめっちゃご機嫌やと思って見てたら、もうね全員にね投げキッスをしてくれて、うーん確定バースおめでとうってそう、そっからもうずーっとニコ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 してて、まあ、途中お話聞いてる時はね真剣にお話聞いてみたいな感じなんだけど、なんかあのキータくんにおぶられたりとか、おっくんの頭なでなでしたりとか、もうすごい楽しくって可愛くって、でありがたいことに、まあ、整理番号が、まあ、早めの方だったんで、私はその記者席があってからの、まあ、観覧席があるんですけど、その観覧席はあの2列目で拝むことができて、いやめっちゃ楽しかったなあー楽しかった、戻りてーはい、という感じで、まあ、過ごして、20は、まあ、誕生日当日じゃないんだけど、4月の28日にファンミーティング行ってきて、で、そこの会場でね、なんとね、私ですね、あるショーが当たり、X とかね、TikTok 見てる人は、まあ、わかると思うけど、まあ、あるショーが当たったので、まあ、それは Vlog の動画にしようと思ってるので、よかったら見てみてください。その、いろいろ話したいことあるんだけど、私、まだ見れてないものがあって、まあ、それをちょっとね、最初に開封していきたいなと思うんですけど、はい、ライズアップ20番のまやちゃんの CD を買ってたんだけど、まだ開けてません開封動画は撮りたいなと思ってたからずっと開けてれなくて、今回はトレカが3種類あるということで、じゃあ3枚買ってみようっていうふうになりました。このトレカがダブりなく来てくれたら私はもう超嬉しいですめっちゃくない？ほらめっちゃかっこよくない？これすごい気に入ってんだけどやっと赤髪まやちゃんをファンミーティングで見ることできたんだけどさ、破壊力半端なくてさ、デビューしてすぐの時とか赤髪にしてたけど、やっぱりあの時とは違う雰囲気があって、もうすごく素敵で、もちろんその前してた時もその時もその時は素敵なんだけど、美人と大人に、まあ、磨きがかかってるというか、前はなんていうんだろうな、赤髪がやっぱり目立ってたっていうか、今は私に赤髪がなんてついてきてるむずいな、なんて言ったらいいんだろう、とりあえずめちゃくちゃ似合ってる、はいでそのトレカも赤髪のトレカがもう本当に好きで、そうだなー、まあどれも気に入りだけどな、うわーでもうーんただ
横浜だったやつのなんかスカジャンっぽいストレートヘアのあのトレカも好きだし、まあ、自分が大阪で2日目に手に入れたこのクマちゃんヘアのやつもめっちゃ好きだし、いやいいよね、この派手髪がこんな似合うのってさ素晴らしいよね。20みんなそうやけどさ、すごくさやっぱり可愛らしい顔だから結構浮いちゃうのかなとかさちょっと思ってたりもしたんだけど、そんなことなくてむしろすごく派手なカラーを自分のものにしてる感じがあって、本当に頭皮さえ死ななければバンバン明るい髪やってほしい。本当にファンミーティングの日暑すぎてやばかったからね。 CD のために3時間半並んだよ私。でも私はまだその早めに並んだからそれで済んだし、売り切れも期間限定だけで終わったんだけど、なんかもう私よりもなんか10分とか20分しか後に並んでないにもかかわらず、もう通常版もう売り切れたっていう友達もいたから、本当にあの日は異常だったよということで、あのなんだっけ、シュリンクか取れたので見ていこうと思います。よっしゃ、じゃあ1枚目いきます。せーの、ほい、んー、にょ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 、あー、はい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 、これあのあれですね、あのガラスを割る時のシーンの時の衣装ですそう、私さ、その他のさメンバーはさ、まあ、リオだったらメガネかけてるとか、ミヒだったらチャリこいでるとか、踊ってる時以外の別衣装みたいなのがマニアはないと思ってたんよ。ないんやと思ってたら、インスタとか TikTok でソロで踊ってるやつ見て、あれ、この衣装何って思って、でよく見たら、ああのこのバーンってやってる時のあのシーンの時のと思って、あれだけのために着替えたと思って、下半身なんてまるで映ってないからさ、だから私この衣装めちゃくちゃ好きなのに、なんかあれだけで終わってる感じがちょっとね寂しいなと思って、だからまあ逆に動画上げてくれてありがとうございますって思って、はい、1枚目はこれでした。いいね、めっちゃかっこいいし似合ってるし、このメイクもすごい似合ってるし、衣装も好きなんだよな。やっぱりまやちゃんパンツスタイルがすごいね似合ってて、こんなエレガントな顔してるけど、パンツスタイル意外と似合うっていうのがね、ギャップでいいですよね。はい、2枚目いきまーす。せーの、おいよ。あ、かぶってないね。あー、かわいい見て、かわいい、めっちゃかわいいよ。やだー、かわいいね。あ、顎がシュッてしてる、顔ちっちゃいよ。歯がね見えてる感じもいいよね、めっちゃ素敵。こんな感じで1枚目2枚目ダブらずに来ました。あと残り1枚です。これあれなんかな、角度が全部一緒ってこと、角度が全部一緒でポージングが違うってだけ、そういう感じなのかな。一応さ後ろに文字書いてあるじゃん、だからその文字見て、あ違うんだっていうのが分かるから、なるべく文字も見えないようにしよう。3枚目いきますね。せーの、およ、あ、あー、よかった、イエーイイエーイ、ダブらずに来ました。私の大好きな、これは多分ね、まやちゃんは爪を見せてるポーズだと思うんだけど、私ガオーポーズが一番ね弱いんです。ってなっちゃうんです。かわちい、しかも口もなんかもんでなってる、かわちいね、なんだこの子、やってき、はい、かわちい、はい、こんな感じで3枚無事ばらけてきました。ありがとうございます。やった、嬉しい。後ろに書いてある文字がね、やば、めっちゃ嬉しい、よかった、とりあえず破りませんでした、よかったよかった、開放しちゃったファンミーティングの時に買った通常版のやつはまあ一応開封後だけど、まあ、それがこんな感じで当たりましたとか、まあそういうのいろいろやってるので、まあよかったら見てほしいです一回、まやちゃんのセイルの時にコラボしたカフェ行った時に、まあ、たまたま視聴者のファンの方にお会いできて、まあ、その人にあのどの動画が好きって聞いたら、今一番動画再生されてるのかな、あのココナッツフェスの Vlog が好きって言ってくださったので、あれは結構何回も見てますって言ってくれて、ああそうなんやと思って、ココナッツフェスの動画まだ見てない人は知らないと思うんですけど、ココナッツフェスってゲームあったじゃないですか。でストラックアウトだったんですけど、あのストラックアウトで、まあ、見事に達成して吠えてる私がいるのであの素の私をまあ知りたいっていう方がいれば、あのその動画見てもらえれば、はい、わかりますまあ
こっから先は聞きたい人が聞いてもらえればいいかなっていう、まあ、軽く雑談っていうか目標だったりっていうか、まあ、私が常にまあ思ってることとか喋って、まあ、動画終わろうと思うんですけども、この31年間、まあ、生きていく中で私自身自分が何のために生まれてきたのか何のために生きてるのかっていうのを小学校ぐらいの時にはもう考えてて、人はこの世に命をまあ授かった、この地球という星に人間として生まれたには何かしら理由があって使命があって生まれてきたんだって、私はその小3かなの時にはもう感じ取ってっていうか、なんかふーっと急に思ったんですよね。 MBTI 的になんかそういうことを考える思考の持ち主らしいんですけどちなみに ENFPT の方法運動家なんですけど、じゃあ私にとってじゃあ生きる理由は何なんだろうっていうのを考えてて、その中でまあ最初の方はまあ夢を持つこととか人のためにまあ役立つとか、まあ、そういうことを考えてたんですけど、いろんな人と出会ったり環境が変わっていく中で考えっていうのはやっぱりどんどん変わっていくんだけど、その中で大学生ぐらいかなの時にはもう自分の中でしっかりと定着した考えがあって、きっかけとなったのが写真を撮り始めて多分まだ1年経ってるかな、多分経ってるかな、まあ、本当にまだでも始めてそんなに経ってないぐらいの時に、ある子がアリちゃんがそのカメラをやってるのを見て私もカメラをやりたいなって思ったんですって言ってくださった方がいて、その時になんかもう尋常じゃないぐらいの幸福感と、なんていうんだろう、すごい自分の中でこう開けたものがあって、その言葉を聞いた瞬間に、あ、私このためにもしかしたら生まれてきたのかもっていうのがあって、誰かの何かのきっかけになるっていうことが私の中ですごい最大限の喜びなんだなっていうのをその子の言葉によって思ったっていうのが10年9年ぐらい前かなにあったんですよ。でそこから私が生まれてきた意味は、まあ、ちょっと大げさですよ、大げさに言うんだけど、まあ、人類のきっかけになるっていう、これがまああって、まあ、そのきっかけになるってじゃあどういうことかっていうと、私のした行動によって誰かの一歩踏み出す勇気になれたらいいなっていうのがあって、私がこうやって自分の姿を表に出したりとか、まあ、自分のやってることを SNS とかに載せてるっていうのは誰かが私の姿を見てこんな風に私もやっていきたいだったりとか、この人がこんな感じでやってるんやったら私もじゃあできるんじゃないのかなみたいな、自分が躊躇してたことに対しての壁を少しでも低くさせたいっていう、壁を低くさせたいっていうのはその物事の高さとかじゃなくって、少しでも何かタイミングがあってチャレンジができることがあれば自分はできないかもとか、やれる力量がないんだって思うんじゃなくって、こいつがこんな風にやれてるんだったらじゃあ私も別にやれるんじゃないのかなみたいなっていう風に思ってもらえれるような、まあ、存在になりたいっていうのがあるんですよ。なので私はその自分が、まあ、例えば何か成し遂げたことがあったらそれはもう包み隠さず言いたいし、こういうのやりたいんだよねみたいな言った時とかには少しでもチャレンジしやすいような言葉掛けはできたらいいなみたいなって思ってるので、31歳になった今それをもうもっとより一層出していきたいなって思ってるんですよ。なので、まあ、YouTube も全然更新できてないんだけど、本当はもっと更新して、しんどいことがあったら、なんか、くだらんこと喋ってて、こんな風に、生きてるやつでも楽しそうに生きてるんだったら、じゃあ私も別に楽しく生きれるな、とか、生きてやろうか、とか、なんかそういう風に思ってもらえれるような感じのことは、まあ、やっていきたいなって思うんですよね。はい、で、こんな感じで、まあ、最後はちょっとね、語ってしまいましたが本当はこういう話をするのがね好きな人間なんですよ。語彙力がないだけでめちゃめちゃ好きだし、何にも考えてないように見えるんだけど実はすごい考えてるんですよっていう風に知ってもらえれば嬉しいなと思って、普段はおたかつの動画なんだけど、まあ、ちょっと今日は、ね、ちょっと少しでも私のこと知ってもらいたくて真面目に語りました。最後までご視聴ありがとうございました。誕生日過ぎちゃったけど私もし贈り物したいなって方がいたらちょっと欲しいものリスト載せてくんでで、まあ、そういうの難しいという方がいたらグッドボタン、チャンネル登録してくださるだけでも十分嬉しいので、もしよかったらしてください。あ、そうだ、コメントでおめでとう言ってもらえるの
のが一番嬉しいかも。過ぎちゃったけど、過ぎちゃったけど、ぜひコメントでおめでとうの一言でいいのでください。そのおめでとうの、一言で私は若返ります。元気になります。はい、ということでありがとうございました。バイバーイ。